皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。日本シリーズ第7戦、オリックスさんは敗れました。結局7戦戦って3勝4敗ということで、日本一はタイガースさんということになりました。阪神さんも38年ぶりの日本一、おめでとうございました。まあ、僕はこの7試合戦ったうちね、7戦のうち6戦生でしっかり見たんだけども、まあ、あとは一つはテレビね、まあしかしそうですね、やっぱりタイガースの強さっていうのは伝わってきましたね、感じましたね、圧を感じました。応援だけではなくて、タイガースというチームとしての力の圧を感じた、まあ、そんな僕は7試合だったように思います。特に打線が、まあ、ほぼ固定というメンバーの中で、まあ、DH が入ったり若干のこの入れ替えはあるんだけども、打順のねほぼ固定されたメンバーがやっぱりそれぞれの役割をしっかり果たすというか、それができてましたね。だからなんかこう守っていても、きっとオリックスもいろんなこのプレッシャーを受けながら守っていたんじゃないかな、僕ら見ていてそう感じましたもんね。そんな感じがいたしました。まあ、オリックスもね、4勝3敗で決まったわけですから、そんなに差はないというね、接戦もあったんだけども、頑張ってくれたんだけどもね、最後、力尽きたという感じのゲームになりましたね。まあ、それでも、これで3連覇、リーグ3連覇っていうところが色あせるわけでもありませんし、残念ながらこう日本シリーズ連覇というところはなりませんでしたけれども、また来年に向けての課題ができたと思ってね、一つまたステップアップできるようにこのオフを過ごして、来年のキャンプに向かっていって、そこからねシーズンに入っていってほしいなと思う。ただまあね、この悔しさを糧に来年にという、まあよく言われるじゃないですか。まあでもそんなに簡単にパリーグはまた優勝することもできないと思うんでね、やっぱり厳しい戦いが待ってると思いますんで、まあ、そこにやっぱり、勝てるような、まあ、チームをまた目指していってほしいなと思いますね。まあ今年1年、まあ、2023年シーズンの、まあ、真剣勝負のゲームが、まあ、今日で終わったということですから、まあそれでもね、本当によくなんか戦ってくれたし、たくさんのファンも応援してくださったしというようなシーズンで、僕はいいシーズンだったと思います。でも、まあ、この負けで終わったわけですから、まあ、このまま終われないという気持ちを、もう選手はみんな持ってくれていると思いますので、そこをまたね、来シーズンに向けてどう伸ばしていってくれるのか、この悔しい思いを、成長にどうつなげていってくれるのかというところをしっかり見ていきたいなと思っております。でまあ、今日もたくさんのファンの方々が応援してくださって、本当劣勢で結構終盤はね、点差がもう開いていく中で、それでも声を枯らすような形で大きな声で応援してくださった一塁側ライトスタンドのファンの皆さん、本当ありがとうございました。で、まあ、最後ゲームが終わってオリックスのメンバーが、場内のファンの皆さんに挨拶をする。で、まあ、一塁側ライト側もちろんなんだけども、三塁側レフト側に向かっても一礼した時にはね、タイガースファンからも大きな拍手歓声をもらいました。やっぱりタイガースファンも、今年は阪神はね、セ・リーグは本当にこうセ・リーグを、ダントツで、突っ走ってぶっちぎりで勝ってきたチームです、タイガースは。で、まあ、セ・リーグに敵なしという感じの今シーズンだったんだけども、まあ、そのタイガースをやっぱり一番苦しめたのが、まあ、この日本シリーズでの戦いを見て分かるようにオリックスだったということはこれ間違いないことで、まあそのタイガースファンからもオリックスに対してね、惜しみない拍手が送られていました。まあ、それはもうタイガースファンの皆さんも、オリックスは強かったと認めてくれたと思いますんでね、また、同じ関西同士で、戦えるようなことになればいいなと思っております。今シーズンね、本当に、長いシーズン、本当そうですよ、最後の最後まで野球やっていたのはこの2チームですから、2月の1日のキャンプから始まってね、でそこから1ヶ月のキャンプ期間があって、オープン戦が始まって、で3月末の開幕、そこからずっと長い間野球やってきたわけですよ。まあ、その中でね、最後は、まあ、残念ながら日本一には届きませんでした。けれども、まあ最後の最後まで第7戦まで日本一争えたというのはね、素晴らしいことだと思います。まあ、残念で悔しい気持ちはもちろんあるんだけども、まあ、本当来年にまた向かっていってほしいし、それとやっぱり今年ね、いろんな感動的なゲームがありましたよ、ね、それを振り返れば、まあ、キリがないんだけども、まあ、でもそういったいい思いもしたシーズンでもあった、最後の最後負けてしまいましたけどもね、また来年に
一つつながるような形にこの配線がなればいいかなと思っております。今年1年5000円本当にありがとうございました。そしてこのカズチューブのご視聴もありがとうございました。ここでね、みんなで日本一っていうふうに言えたら一番良かったんだけども、まあこれが現実でございます。今頃本来ならばそうね、共同記者会見やら、ビールかけやら、優勝特番やらというところで、まだ僕はお前は球場にいる時間ではあるんだけども、思いのほか家に早く帰ることができました。それもまた寂しさが増す一つの原因でもあるんだけどもね。まあでも本当にオフもね、カズチューブではいろんな情報を発信していきたいと思いますし、まあオリックスファンの皆さん、野球ファンの皆さんとのね、まあ、交流の場になれば、意見交換の場になればというふうに思っておりますんで、まだカズチューブ続きますんで、引き続きオフも、ご視聴いただければというふうに思っております。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。そして皆さんもお疲れ様でございました。ちょっと僕もこうどっと疲れが今出てきてます。ちょっと張り詰めていた気持ちがちょっとふーっとこう抜けていく、力が抜けていく、そんな感じがするんだけどもね、こういう時に皆さん体調を壊しがちなんで、ちょっとその辺用心して、気をつけてくださいね。というわけで皆さんもちょっと気持ちも心も、体も休めながら、オフに向かっていって、またまだでもね、この後キャンプがあるでしょ。秋季キャンプがありますし、それが終わればそうよ、ファンフェスタもありますよ。そういった行事などもありますんで、またそこで皆さんと、お目にかかる機会もあるかと思いますけどもね。この球場周り、歩いておりましたら、まあ、多くの方に声をかけて、いただきまして本当ありがとうございました。オフもカズチューブは続きますからね。カズチューブはよろしくお願いしますね。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。残念でしたけども阪神強かった。でもそこにほぼ互角に戦ったオリックスも強いんだよね。